サワリオの勝ちです。マートンでーす。ヒーターです。メガネです。それです。ザーでーす。お年玉交換しようぜ。せっかくね、年末年始みんなで集まるということで、お年玉交換したいという話になりました。うん。それぞれ皆さんに一個ずつお年玉を、まあプレゼントですね。プレゼント買ってきてもらったんですけれども、交換したいなと。ナイス。おい。めちゃくちゃ真面目に買ってきた。真面目。そうだ、何でもいいんで決めるのはじゃんけんでいきましょう。オッケー。じゃんけんで1番勝ちが2番勝ちにあげる、2番勝ちが3番勝ちにあげる。以下ループ、無限ループ。無限ループ。はい、オッケー。よし、じゃんけんしましょう。よっしゃ。どういや、勝ちが行こう。あしらわれ。よし、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ、はい、勝ち。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、はい、こうでしょ、勝ち、勝ち。ウィー、何番これ4番です。グッジャケンポイウィー、1番最初はグッジャケンポイ。はい、これでしょ。勢いでごまかす。2番。俺が2番だ。あともう最初はグッジャケンポイ。俺5か5、はい、1番ザワです。ちょうどいいお値段で、まあ女子受けするやつ買ってきました。間違いないです、これは。本当に男しかおらんねん。でこれコールフランツですやん。フランツなんすね。おー、めっちゃ面白い。で、こんな箱重強っ。開けます。開けるの。開けると何これ。何いちごトリュフ。これ本当に美味しいです。間違いないです。食べたことあります。いや、フランツはガチ。絶対お前がポケ枠だと思ってたわ。これ真剣なんよな。これ新規トリュフやば。どうぞ。あるぞ。1番目なんで。確かに箱は頭今ちょっとこれ聞いとるよ。いやいやいや、年明けぐらいいいもん食えよ。続いて、じゃあ2から3、2から3、これか。じゃあこれが、はい、俺、そうだよ。一旦片付けてもらって。俺も買ったんですけど、まあ基本そうよ。ないんですけど。そうそうそう。あ、まあ、そこに2着、そこに2着まで。2着毎回消していくもん。出すんですけど。出すんですけど。この辺入ってます。はいはい。そうですね。開けてもらっていいですか。大手番長じゃない。開けるパターンね。いや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 。やるってお前。何も。サーモン。何？え？何それ？え、何だ？おはようございます。メガネです。プレゼントとして用意したのはこれですね。つるんと綺麗恋するほしいと。まあサファリのメンバー全員ケツ汚いんでね、僕以外。はい。なんでまあそのうちこれもらった一人は綺麗になるんじゃないかなと思いますね。そしてさらにこれを使います。はい、この組み合わせですね。桃尻ヒップケアタオル。この左のものを体にケツに練り込んだ後、桃尻ヒップケアタオルで完全にもう消しゴムのような特殊種パワーを持っているということなんで、これでもう完全にメンバーのうち一人はケツ綺麗な人間が爆誕します。誰に当たるか楽しみですね。バイバイ。キャンプを譲って、うん、俺が今ケツ汚いって人やキレイにやったらどうなるの？完璧になる。完璧になる。完璧な人が生まれる。綺麗なピストリ。綺麗な尻つけて。そうで、桃尻になっちゃった。うわ、俺こんななんの尻マジで。来年は桃尻で。こんななんだ。とんでもない。めちゃくちゃ綺麗や。3番が4番。はい、4番。俺です。じゃあ九州組から九州組。いや、ほんまよ。俺だってこいつ。見たもん。まあ見てはないよ。見てはない。一緒に帰ってきた。あ、そうなの、うん、仲良しやな。まあ、まあ、まずはそのまあちょっと九州のものをまず一つあげようかなっていうことで、はいはい、九州といえばラーメン。おー、で、サファリといえばラーメンなんで、ちょっと悪くないじゃん。悪くないよ。悪くない。これ俺がもらうのが一番嬉しいやつや。坂田一層ラーメン大好きやから。それをまあ作って食えよっていうのと、いや、これはありがてえ。あともう一個、駅でちょっと買い、これ駅で買った、駅で見つけたのが
真珠ガチャ、真珠ガチャ開けたのか。え、これえが、え、本物じゃん。本物、本物は本物の真珠のアクセサリーがなんか出てくるっていうガチャ。え、だってほら真珠認定証、認定証ある。何それ、認定証すごい。つまり真珠認定士がどこかにおるんだ。真珠認定士が認定した真珠が入っている真珠アクセサリーガチャ。これあ、ネックですか。なんでみんな女にあげるよ。本当にさ、なんか女呼ばれる。かわいい、かわいい、これ。ああ、飾る感じかな。いや、絶対女の子用やん、これ。同窓会でこれつけてあった。みんなつけてた、これ。これでもつけて、ラーメンつけて。これつけて、ラーメンつけて。ありがとう。ありがとう。これから誰だ。あ、俺です、はい、やった、めっちゃ綺麗。じゃあマートンにはむしろ刺さってたかもしれない。嬉しい。一応俺はこれは普通に真面目に、なんか絶対ふざけるやつもいると思って、いいじゃん、そう、真面目な方で考えて、でどのメンバーでも腐りはせんと思うけど、多分刺さり具合で言ったらマートンが一番刺さるかもしれない、そういう意味ではっていうのをちょっと書きました。あ、まあ、とりあえず開けてもらっていいですか。はい、開けなよ。パッと見て何かはあんまり多分分かりづらいんだけど、ちょっとね、開けるのが大変だな、そうですね。はい、失礼します。はい、そう、まあ、ありがとうございます。もう出してもらって全然いいんですけど。うわ、待って、もうこれは普通に使えるやつで、単純に出ない、爪がない、爪がない。はい、これね、クレジットカードケース。おお、カードとかカードレジオすげえかっこいい、つや消しの黒だ。そうはい、じゃあひーさんのプレゼント企画ってことで、まあ、あいつらのためのプレゼントを、まあ、1個買うっていう話になったんですけど、あいつらはね絶対誰かが、まあ、ボケるっていう読みで、俺は、まあ、あえてなんか普通に嬉しいんじゃないかぐらいのプレゼントをねと選びました。ということで選んだのがこれです。はい、クレジットカードのケースですね。まあ社会人もいるし、大学生とはいえみんなカードとかは全然持ってると思うんで、まあ、普通にお買い物とかでね便利そうかなっていうので、これにしようかなと思ってます。まあ、どんなものかっていうと、一応スキミングとか磁気防止にもなってて、カード取り出しやすいですよと。で、使うときは、まあ、入れたままピッと IC カードみたいなのもできますよという感じのものになってます。まあ、これを購入予定です。俺カード3枚ぐらい使ってるからありがたいですね。はい、素晴らしい、刺さってるやつです。ありがとうございます。素晴らしい。ではこれは、まあ、とりあえずみんなに刺さるものを買いたいなと思ったけど、まあ、サファリア全然プレゼント渡す文化ねえなっていうので、うん、何が欲しいかわからないから、とりあえずみんなが好きそうなものを買いに行こうと思って、アニメートに行きまして。間違ってない、間違ってない、まあ、アニメは根がオタクだから、まあ、アニメ好きだろうと思って、うん、まあ、アニメートに行きましたと。でこれアニメートやな、アニメートになって、ただなんかいろいろ回ってる中で、うん、みんなが好きなものってあんまねえなと思って、うん、1点狙いしようと思って、うん、明けましておめでとうございます。こちら12月28日のチームマートンです。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はメンバーへのお年玉プレゼントを買うということで、めちゃくちゃ寒い中池袋に参りました。で、何を買うかは全く決まってないんですけど、とりあえずみんなが使えるものを買おうと思ってます。プレゼント買おうと思ってたんですけど、ちょっとお腹空いちゃったんで、まずラーメン屋を探そうと思います。本日のラーメンは絆屋です。どうもーす。どうもー。いやー、めちゃくちゃお腹いっぱい。まあ、ちょっとこのラーメンを食ったくだりがどこまで動画に反映されるかは分かりませんが、とりあえずお腹もいっぱいになったところでお店に行きたいと思います。ナウオンセールアニメイトですね。入ります。1時間ぐらい見たんですけどね、ちょっとこれ気になるな。
いやー悩む。マジで1時間ぐらい探せる。これちょっといいな。これいいな。ニーヤのラージトートバッグ。ヒースさんがニーヤ好きなんだよな。ここも気になるな。ザワがチェーンソーマン好きなんですよね。かわいい。よし、2時間近く悩みましたが、決めました。今回ちょっとザワを決め打ちしたいと思います。ザワにしました。あー、うわー届かなかった。ちょ惜しかったのにね。ザワに刺さりそうなプレゼントを買ってきたので、まあ、動画見てくださいというのもありますし、これですね。嘘、なんかもう俺がもらう気持ちで見てるわ今。俺だよね。これカッチョがスイカは分かんない、正直。じゃあ開けますね。はい。こんなめっちゃプレゼント用あるの。本当にプレゼント結構ワクワクしてる。アニメイトもチェーンソーマン何個かありますね。えチェーンソーマン、おいおい、おルックバックだー。ヒジロードタッキーあんのこれ。嬉しい、待って嬉しい。嬉しい嬉しい。あーありがとう、まあ、やっといいやつだよ。これはね、欲しい。それ何？そっちは何？これチェーンソーマンのステレンレスボトルですね。へぇ、めっちゃいいやん。コーヒーとか入れるやつ。そっちは？これはなんかザワにタバコ入れとかに使えるかなと思って、ライターとタバコ入れてもらおうかなと。あげようか。チェーンソーマン。これは欲しい。あれは忘れてたね。あとはルックバックの単行本、これマジでなおすすめ。それこれいいんだよ、マジでいいよ。これめちゃくちゃ良かったんだよ俺も。いやいいとこ行くな。俺はイオンモール行きまして。こんにちは、カッチュです。お年玉プレゼント企画のですね、プレゼント買いに来たんですけれども、まあ、こういった場合って大体2つのパターンがあると思ってて、まあ真面目なプレゼントを買うかネタっぽいプレゼントを買うかの2択だと思うんですけれども、まあ、ちょっと考えてみてほしいんですけど、もちろん僕はネタ系のプレゼントよりも真面目なプレゼントが欲しいわけですね。これはまあみんな共通してると思うんですけれども、多分なんですけど6人ともネタ系のプレゼント買うってことはありえなくて、まあ大体ね、ネタ系のプレゼント2人ぐらい買ってきて残り4人は真面目なものを買ってくるんじゃないかなと思うんですけれども、ってことは、まあ、僕が真面目なものを買わずにあえてネタ系のものを買っていったら、逆説的にこう僕がこう真面目なプレゼントを引く確率が上がるんじゃないかという、ちょっとこのジンクス的な話なんですけれども、ちょっと難しいと思うんですけど、僕何言ってるかわかんないんですけど自分で。まあそういった狙いを持ってですね、今回ちょっと面白い系のプレゼントを探してみようかなと思います。僕がもらいたいのはもちろん真面目なプレゼントなんですけれども、真面目なプレゼントをもらうためには、こうまあ確率論的にね、何人もねネタ系のプレゼント持ってくるわけがないだろうと。であれば、僕がその一枠を潰して、よりね、他の人たちが真面目なプレゼントを持ってくる確率を上げようということで、まあそんな感じでね、僕はネタ系のプレゼントを探します。イオンモールを1階から6階まで全部見ました。はい。マジで滑るなと思った。このままでは何を買っても。このままでは滑る。これは滑るなと思って、イオンモールの中で諦めて、一番いいプレゼントを。嘘だ、いいの？じゃあもう二度とイオンモール行かなくていいじゃん俺。そう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 、貸し付きだ、貸し付き。嘘、一番俺乾燥してるからサファリアで欲しいかもしれん。もう無理だよ。もう無理だよ。食いついてない。あー来ちゃった。あは開けていいの？いいよ、開けるよ。いいよ。ゴディバーの袋、開けるの？え、ゴディバーの中身。いや、この前振りだったら絶対ゴディバじゃないと思ってた。ちゃんと、これ新年のニューイヤー。トラやん。そうなんだよ。俺、トラ年生まれなんだ。みんな覚えてない。そっか。お年玉だからね、これ。あ、そっかそっかそっか。新年のプレゼント、お前は知り合いだよ。うわぁ。おぉ、ちょうどよくある。おい、一人一個や。おかしい。おかしいから。絶対おかしい。俺の文化。ベルギーチョコレートだ。食べます。やった、普通に嬉しい。嬉しい。この中でチョコレート一番好きな俺やから。いやマジで嬉しいな。そうね、ありがとう。はーい、はーい。ちょっと一旦ね、はい、
これが落ちでいいだろ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。鍋もそこに置いて。あ、まあ、こっちに持ってきました。はい、なんか足らないものがあったら、大体あるんで。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、今年も一年、活動頑張っていきますので、よろしくお願いします。お願いします。